令和5年1月28日、場所は岐阜長良川球技メドウにて、2022オーシャンボールトーナメント代表決定戦、中日本代表静岡ファルコンズ対西日本代表ノービスの一戦がまもなく行います。試合開始13時30分キックオフ予定です。ただいまフィールド中央では両チームキャプテンによる試合前のセレモニーが、これより試合開始前のコイントスを行います。手前側、本日ホームチームという形になりますのがカラーのユニフォームをまとっております。中日本代表の静岡ファルコンズ、対しまして向かい側、バックスタンド側に陣取りますのがビジターとなっております西日本代表のノービスです。この一戦に勝利した方がオーシャンボールトーナメント、オーシャンボール出場となります。早速チャット欄に様々な方々のコメントありがとうございます。大川グレン様、静岡ファルコンズの応援メッセージありがとうございます。このまま勢いに乗り達成することになるでしょうか。東谷おじさん様も質問ありがとうございます。オーシャンボールは JPFF における日本一、つまりスーパーボールと同様チャンピオン決定戦です。東西に分かれましてそのブロックを争い、トーナメント勝ち上がってまいりましたのがこの一戦となります。 西側は中日本代表、そして西日本代表のその勝者がその出場権を得ます。ノービスキックオフ、静岡リターンで試合が始まります。この試合は1クォーター12分の最終形式で行われます。両チームウォークライハドル解けまして、まもなく試合開始のキックオフを迎えます。まずはノービスのキックオフで試合開始となります。キックオフをキッカーを務めますのはノービス21番の東浦。対しまして静岡ファルコンズはリターナーに2人構えました。8番と24番が陣取っております。第1クォーター、ノービス21番東浦君のキックにより試合が開始になります。さあ静岡ファルコンズリターン、右サイドライン際を駆け上がりました8番、自陣30ヤード付近からの攻撃を得ました。この位置から静岡ファルコンズの攻撃と変わります。リターナーは8番の岩堀でした。アメリカンフットボールは攻撃と守備に分かれて行う競技です。ボールを持った選手が倒れるまでを攻撃1回とし、ファーストダウン、セカンドダウン、サードダウン、フォースダウンとその回数を表します。攻撃権は4回で10ヤードを前進し攻撃権更新とするか、相手陣地奥深くにある得点エリアエンドゾーンを目指します。まずは静岡ファルコンズの攻撃、自陣32ヤードの位置から静岡ファルコンズファーストダウン10、1回目の攻撃に入ります。攻撃権更新、必要距離は10ヤード、まずは中央へのプレー、これはノービスナイスディフェンス。まずランニバック27番にボールを託しました。中央突破によりまずその1手目を展開しようとしましたが、しかしこれはノービスディフェンス力ノーゲイン、ゲインなくセカンドダウンとなります。ボールを持った選手が倒れるまでを攻撃の前進距離とします。従いまして静岡ファルコンズセカンドダウン10、2回目の攻撃に入ります。攻撃権更新、必要距離は同じく10ヤード、
成功。クォーターバックの番プレッシャー浴びながら左に流れてワイドレシーバー3番にパス、これを見事競り合いながらキャッチしまして約4ヤードのゲインとしています。パスを投じましたクォーターバックは7番のプレイヤーの磯、そして取りましたワイドレシーバー3番は石川。攻撃の方法はランプレーとパスプレー、パスはボールの開始点より後方より1回だけ前に投げることができます。後ろに投げることは何回やっても構いません。さあこれにより静岡サードダウン6の状況となりました。3回目の攻撃です。攻撃権更新、必要距離は6ヤード。さあ今度は中央へのランプレーを展開しようとしました。ブロッカータイプの選手に中央突破を図らせゲインはしております。しかし攻撃権更新の10ヤードには至っておりません。フォースダウンと変わります。ハンドフォーメーションです。結果的に4回のうちの3回の攻撃で10ヤード更新には至っておりませんでした。静岡残り3ヤードの状況のフォースダウン最後の攻撃となります。静岡フォーメーションを変えます。パントフォーメーション、キックによる陣地挽回を図ります。パントはキックによる攻撃放棄となるプレーです。このパントはノービス陣35ヤード付近でボールデッドとなりました。この位置で攻撃攻守交代となります。攻撃権変わりまして今度は白のユニフォームノービスの攻撃に変わります。このように4回の攻撃権をどのように使うかが重要になる競技です。ノービス今度は自陣35ヤードから1回目の攻撃に入ります。ノービスファーストダウン10。ノービス自陣35ヤード付近よりファーストダウン10。さあまずは外へ振りました。前パスでワイドレシーバー96番に投し、96番そこからキャッチアンドラン、ヒットを受けながらその体を生かし約7ヤードのゲインとしています。パスを取りましたワイドレシーバーは96番の選手でした。96番は長福。ノービスセカンドダウン4、2回目の攻撃に入ります。攻撃権更新、必要距離は4ヤード。さあ再びパスプレー、パス成功。再びパスプレーによりクォーターワイドレシーバー6番見事にキャッチしまして攻撃権更新です。トータル10ヤードを超えたため1回目の攻撃に変わります。ノービスファースター。パスをギリギリでキャッチしましたのはワイドレシーバー6番の吉村。162センチの小兵がここで素晴らしい仕事をしました。ノービス攻撃権リセットし自陣47ヤードからファーストダウン10。ナイスラン、今度は中央へのランプレー、ランニングバックに託しまして中央突破、これに応え約8ヤードのゲインとしています。キャリア21番は東浦。ノービスこれにより相手陣に入りました。相手陣45ヤードからノービスセカンドダウン2、2回目の攻撃で攻撃権更新、必要距離は2ヤードという状況に入ります。さあ再び中央ランプ、しかしこれはギリギリのところ静岡ディフェンスが止めました。1ヤードのゲインにとどめましてサードダウンに変わります。さあ一気にランを重ね攻撃権更新を続けようとしましたがここはまず静岡一手封じました。セカンドダウン杉谷君のランがありましたが1ヤードのノービス相手陣44ヤードからサードダウン残り1ヤード。さあこの1ヤードの攻防に注目ください。パス成功、ファースター。
ここでノービス裏を書いて、なんと見せかけてのプレーアクションパス、ランクフェイクからワイドレシーバー96番にパスを通し、これにより攻撃権更新です。ノービス福橋さん、見事パスを取りましたのはタイトエンド96番の長福。さあ着実に攻撃を続けておりますノービス。ボールは相手陣35ヤードに入りました。ノービスファーストダウン10。さあここでオプションプレーを展開します。オプションプレーはクォーターバックが持つかランニングバックが持つかを選択するプレーです。ここはランニングバックにトスをしランニングバックに託しました。この判断よく約9ヤードのゲインとしています。またオフェンスラインのブロックが良かったのも効果的でした。ノービスセカンドダウン残り1ヤードの状況に入ります。ボールオンは相手陣26ヤード。ノービスファースター。クォーターバック8番パスを投じようとしましたが、ここでターゲット見つからずスクランブル。緊急発進のランプレーにより攻撃権更新としました。ノービスファースター。ファースターの攻撃が始まります。これによりノービスは相手陣21ヤードの位置に入りました。静岡これを封じることができるでしょうか。エンドゾーンまで残り21ヤード。ノービスファーストダウン10。さあこのパスは通りましたが、しかしここでイエローフラッグ反則が発生しています。審判団から黄色いウエスがフィールド上に落とされますと反則発生を意味します。この反則は果たしてどちらにあったでしょうか。ディフェンスの反則です。オフサイド。ボールが動く前に相手エリアに侵入しておりました。5ヤード抜体となります。従いましてノービス5ヤード前進しファーストダウンやり直しという形になります。ノービスは5ヤード前進しファーストダウン5からの攻撃になります。この結果ノービス相手陣16ヤードからファーストダウン5。1回目の攻撃ですが攻撃権更新、必要距離は5ヤード。さあここで外へ振りました。ワイドレシーバー42番にヒッチパス、真横に近い前パスを投じそこからキャッチアンドラン。見事これに42番応えまして攻撃権更新です。ノービスファースター。パスを取りましたワイドレシーバー42番、素晴らしい対応でした。42番は富山。ノービス相手陣9ヤードからファーストダウン2ゴール、残り5ヤード9ヤードの状況に入りました。このパスは不成功。クォーターバック8番ここはパスで攻撃突破を図りましたが、しかしこれはプレッシャーに遭いパス不成功となりました。前パス失敗ですと元の位置にボールを戻され、攻撃は次の攻撃に変わります。従いましてノービスセカンドダウンの攻撃に入ります。ノービス相手陣9ヤードからセカンドダウン2ゴール。これは静岡ナイスディフェンス。ランニングバック21番の中央突破をノービスは展開しようとしましたが、これは静岡ディフェンスがラッシュし、最終的に43番がタックルし仕留めました。静岡43番は大畑。ノービス相手陣11ヤードの位置になりましたが、サードダウン2ゴール。
エンドゾーンまで11ヤード、この3回目の攻撃、どのような選択をするでしょうか。攻撃権は残り回数2回。さあ、ここでトラブル発生。スワカナイスです。クォーターバック8番スナップが乱れ、これをこぼしました。それをすかさず静岡53番と93番が倒しまして、大きなロスとしています。素晴らしい対応しましたのは静岡53番の清水、99番の高田、これによりフォースダウンロングの状況に追い込みました。ノーミス、フォースダウンというゴール、残り21ヤード、26ヤードでフィールドゴールトライ、キックによる3点ゴールになります。キックレングス36ヤード。さあ、このキックはしかしショート、失礼、キック成功、3点獲得。ノービスのキック、黒くんのキックが成功し、ノービス、このキックをノービス4番キクロ見事に決めまして、フィードゴールにより3点獲得となりました。ノービス3点、静岡ファルコンズ0点。まずノービスがフィードゴールで先制を遂げることに成功しました。アメリカンフットボールの得点方法は大きく分けて2通り。ボールをエンドゾーンに持ち込むタッチダウン、プレースキックをゴールポスト内に蹴り込むフィールドゴールです。フィールドゴールですと3点、タッチダウンですと6点となります。さらにタッチダウンはその後にワンプレーのボーナスプレーがあり、ここでエンドゾーンに持ち込むと2点、キックですと1点、さらに加点となります。この結果、得点パターンは3点、6点、7点、8点となり、この足し算により引き分けが起こりにくい得点構造になっています。そして試合は先ほど得点を挙げたノービスのキックオフで試合再開です。アメリカンフットボールあるラグビーと違い、得点を挙げた側のキックオフで試合再開となります。さあ、そのキックオフを静岡リターンに入りました。リターンの8番ナイスター、味方ブロックを生かし中央を密集点を突破、自陣36ヤードの位置の攻撃権を得ました。失点をしました静岡ですが、このキックオフによりまず優位な力の攻撃を開始する形になります。その勢いを作ります。リターンをしましたのは8番の三宅です。失礼しました、8番の磯です。さあ、反撃になるでしょうか。静岡ファルコンズ自陣36ヤードからファーストアンテン、静岡ファルコンズファーストアンテン。パス成功。クォーターバック8番ワイドレシーバー43番にパスを通しまして、約8 9ヤードのゲイン、見事にキャッチをしました。ワイドレシーバー43番は大畑。バンの攻撃です。失礼しました、ダウンインジケーターにトラブルがありまして、現在表示の方は固定されておりますが、今状況はセカンドラウンド残り1ヤードとなっています。さあ、中央のランプレーが決まりまして、攻撃権更新です。静岡ファルコンズファーストダウン、ここで勢いに乗りまして静岡まず攻撃権更新を果たしました。静岡相手陣49ヤードからの攻撃となります。静岡相手陣49ヤードからファーストダウンテン、さあ再び中央のランプレー、さあブロッカーを押していきます。相手タックルを引きずるようにそのままセカンドエフォートで約4ヤードのゲインとしています。見事なキャリーをしましたのはランニング枠40番の坂口。
静岡相手陣45ヤードの位置に入りましてセカンドダウン6の状況に入ります。静岡ハルコンズセカンドダウン5の攻撃です。パス成功。さあそこキャッチ、そこからキャッチアンドラン、クォーターバック7番、ここで横にワイドレシーバー3番へのパスを投じました。プレッシャーありましたが3番そこから見事なステップワークで約3ヤードゲインとしています。4ヤードのゲイン。続いてサウンダー1の攻撃になります。静岡相手陣40ヤードからサードダウン残り1ヤード。さあこの1ヤード取ることができるでしょうか。さあ中央ダウンプレー、ナイスラン、ファーストラン。ここでフルバック42番中央突破しました。攻撃権更新を果たしました。静岡ファルコンズファーストラン見事攻撃権更新をしました。ランニングバック42番は矢島。さあ反撃に入りました静岡ファルコンズ。ここで勢いに乗りまして相手陣37ヤードの位置に入りました。さあここでトスをしまして右オープンへのスイープレー。何枠26番スピードに乗りまして右オープン展開し約7ヤードのゲイン。キャリア26番は鈴木。鈴木君が約5ヤードほどゲイン。静岡ファルコンズセカンドダウン5。ここでクロックに誤りありますがここで第1クォーター終了です。第1クォーター終わりまして静岡ファルコンズ0点ノーブス3点。攻守方向入れ替え第2クォーターに移ります。第2クォーターが終了し